シフィエントフービゼンに属していたが、自治体合併に伴い1999年により、シロンスク県に属している。1943年、ドイツの強制収容所アウシュビッツビルケナウ、強制収容所のサブキャンプとして、ズゴダ強制収容所がシフィエントフービゼンに開かれた。1945年1月から11月まで、この収容所は、ポーランド共産党により再開。 使用され、2500人の囚人がここで命を落とした。シフィエントフービゼは、シレジア高原の南部に位置し、北を EN、ビトーム、西と南西を EN、ルダ・シュランスカ、東と南東を EN、コージュフに接している。シフィエントフービゼの人口は55,527人。この市の人口密度は 1K 平方メートルあたり4,200人。 これは、ポーランド最大であり、ヨーロッパでも最も大きいものの一つである。シフィエント風ビセは、シレジアクラクフキ光景に位置する。降水量は、年間700ミリメートル。月別降水量では7月が最も多く、2月が最も小さい。年間気温の振幅はおよそ摂取7度。1月は、およそマイナス2、摂取5度。7月は、摂氏18度である。 シフィエントフービゼの土壌は大半がブルーネートソイルズとスワンプソイルズである。シフィエントフービゼで最も人気があるスポーツはショートトラックで行われるオートバイレースである。市にはスカーレスカと呼ばれるスタジアムがある。シフィエントフービゼの市長は2018年に選出された党の PL ダニエル・ベガーである。ありがとうございます。